疲れ様でした。お疲れ様でした。12月ですね。そうですね。入りましたね。うん、今日はもうあの最初のメイクルームはこの話で持ちきりだったんですけれども、はい、クリスマスプレゼントは、はい、まあまだカップルは用意しなきゃいけないよねっていう感じで、胸くそ悪いからその話題やめる。やめるその時も ね、メイクルームでそれで一周したんですよ。なるといちいちクリスマスプレゼントなんて用意しないんですけれども、はい、クランチ君はどうですか？ちょっと背伸び…どういう流れ玉が突然急に急に背伸びしたいんで、ちょっとなんかいいところに連れて行きたいなと思ってます。そうだよね、はい、まだプレゼントも用意しなきゃいけないですね。そうですね、ちょっと何を用意するんですか？それをちょっと勉強させてください。帰ってきたよ、ね、じゃあ、はい、当時はどういうのを用意してたんですか？確かに、もう用意しなくなったって言ってますけど、確かに、うん、一番最初は、うん、ペアリングです。あらあら、重た。急に一番最初からですか？1回目のクリスマスペアリング、そもそもお付き合いするときに結婚前提だったんで、それでクリスマスを迎えて、なんかペアリングって流れになったんですよ。なるほど、はい、お互いでこうなんか相談して決定した、うん、なんかわかんないけどね、フラフラと見に行って、うん、なんか指輪いいんじゃないみたいな、クリスマスプレゼントにおのおの交換するのみたいになって、うんうん、おのおので好きなのを選べました。はい、で2年目はお財布かな。財布嬉しいですね、うん、財布ってね。3年目はエアポッツかな、うん、エアポッツ。なんかなんだろうな、イメージ何もないイメージとしては逆じゃね。なるほどね、エアポッツ、財布、リングじゃない。どうです皆さん、どんどん実用的になってるのがね、私たちの場合は、はいはい、でも女の子にプレゼントするの困るでしょ。困りますね、考えなきゃいけないってなる。そうですね、しばらくそんな悩みもちょっとないので。実践から遠ざかるとなかなか実践から遠ざかると悩んでよ、ちゃんと。そうです、実践。そうか、だって練習してないのにいきなりハーフマラソン、フルマラソンって言われても何もできないと同じように。いやでもさ、やっぱり一番最初クリスマスとか奮発するでしょ、うん、頑張って。確かにそうかもしれない、一番最初だからこそね、うん、だからこそね、過去にこう奮発した、うん、確かにクリスマスプレゼントって何、うんうん、一番奮発したプレゼント、やっぱり一番まあ当時お付き合いしていた人に、うん、こう一番最初のクリスマスにはやっぱこうネックレスとか指輪をプレゼントしましたね。アクセサリーなんだよね。アクセサリーでいいんですか？いい、うん、今だったら、まあ、ピアスかネックレスが欲しいかな。今だったらっていうのは違うの？今あのそのもしファーストクリスマスだったら、うん、あのちょっと良さげな、自分では買わないような、うん、そのワンポイントアクセントが欲しいかな。なるほど、なんかアクセサリーってなんかちょっとまあなんかね、うん、重い気がして。重くないだろ。でも本当にこう好きでこう付き合ってたらそうなると思うよ。別れても別に使うもん、うん、あでもそれまた人によるんじゃないですか。ネックレスとかペアリングはさすがにつけないかもしれないけど、イヤリングとか全然もういいかなみたいな。でむしろそういうちょっと特別があるものの方がいいんですか、ね、なんかそのエアポッズとか。なんだろう、でもエアポッズ嬉しいと思う。嬉しいよね。めちゃめちゃ嬉しいです。何もらっても嬉しいです。めちゃめちゃ女子がもらっても私がもらっても嬉しいだからいいじゃん。だからなんか感覚としてこうなんか2人の特別感があるものの方がいいのか、うん、それともこうなんか何結婚式の景品みたいな感じでなんか誰でも喜ぶようなものをした方がいいのかっていう。なるほど。でも1年目は誕生日もクリスマスも特別感あるものを用意した方がいいだろうね、うん、その人のためみたいな、うん、で2年目以降はもう実用的なもんでいいよ、エアポッツね。なるほど、ちょっとまだまだ先すぎて全然見えないんですけど、とりあえず1回目は特別感ね、特別感、そうそう、特別感。これ今めちゃめちゃ勉強になりました。まだあと3週間あるから。そんな急増を恋人は嫌でしょ。そんなディセンバーです。バー。